28日午後3時40分ごろ札幌市中央区南一条西十三丁目で通行人から建物が倒壊しそうだと110番通報がありました警察によりますと建物は空き家で屋根に雪が積もり重みで崩れかけていたため午後4時ごろから歩道と車道の片側1車線が通行止めとなりました現場では屋根の雪を取り除く作業などが終了し 現在通行止めは解除されています道内は積雪が平年よりかなり多く1日は札幌でも最高気温が4度まで上がる予想で雪の重みによる建物の倒壊や落雪などに注意が必要です。